ました。シグナルがレッド、メッツ王でスタートになります。さあ、まもなくスタートの時を迎えます。パンサークラス第2レースのスタートです。今シグナルレッド点灯、ブラックアウトに今スタートが切られました。もうスタートを切ったのは3番クリストの東隆、抜群のクラッチミートといいますかね、組み出しでトップに立ちました。これはの立ち上がりました。さあ、ここでドライバーの泳ぎが始めます。スーパー FE クラス ゼッケン19、森谷広志選手、計量が終わり次第コントロール側に下にお越しください。スーパー FE クラス ゼッケン19、ガレージ C の森谷広志選手、計量が終わり次第コントロール側に下にお越しください。後ろからはもちろん速いドライバーがどんどん来るわけです。2番手にはあとゴールゼロのスタートです。その後ろからは長谷川も来ます。長谷川が来ます。今第2ヘアピンを立ち上がって最終コーナー、今コントロールラインを通過していきます。コントロールラインの通過、ファイルパンストは安藤が出しました。41秒195、これは2番手、トップをこれ数というようなそんな配置になっています。ダブルコーナーを抜けて、そして第2コーナーの第2ヘアピンへと入っていきます。第2ヘアピンを立ち上がります。その最終コーナーに行きます。トップの東、そして安藤とそのギャップはどうでしょうか。この瞬間はここまで1秒ぐらいの差でした。東会社に作った貯金を守ることができます。ここでご案内です。最初に行います。カデットクラス、リセットクラス、最初に行います。10コーナーを抜けて、最終コーナー、最終の10コーナーを抜けてコントロールラインを通過していきます。トップはナンバー24の東、2番手はゼッケンナンバー22の安藤、3番手はゼッケン25の長谷川です。
バランスを立て直してというところ、そこでずっと長谷川が追いつくんです。ゆきが今コントロールラインを進んだ進化したところでは近いの差のところでしょうか。トップは鉄拳24の東です。東またそこでトップに行きたいと思います。今コントロールラインを通過して8周を終えました。残り周回は4周です。残り周回は4周。この周回では6番手のマハラが自己ベスト41秒26番手。今最終コーナー立ち上がってコントロールラインを通過していきます。このギャップはコンマ6秒。3番手スタートからロケットスタートを見せました東隆、現在トップを快走しています。7位は愛さん、そして